まあ、一番底の底だったらそんな感じですよね。でそれがちょっとずつあの人と会うっていうのもちょっときついっていうのがだんだん楽になってくるっていうところ、まず親しい人たちに会えるようになったらいいと思うし、でその次にちょっと苦手な人とか状況とかにもやっぱり人生で仕事やっていく上でも必要になってくるので、そこのところでもあまりに最初からドカンドカンと行ってしまうと、そこでまたドーンと行ってしまうと可能性があるので、ちょっとずつ慣らしていくみたいな感じで、環境調整でまずは自分を守って回復最優先。でもずっと例えば家にいて調子悪いからって言っても環境調整だって言って誰にも会わないでずっと家にいるだけだと、これはこれで結構調子落ちるんですよね。やっぱり適度に外出して体を動かすとか人に会うとかって言っていかないとますます調子が落ちるっていうところもあったりするので、適度なそういう刺激活動っていうものはある時点から、ね、本当にもうなんか全く動けないっていう時にはもう家で寝てるしかないんですけれども、少し動けそうって言ったら逆に家でくすぶるぐらいな感じになってきたら、ちょっと無理のない範囲で活動してみるっていうところ。でもやりすぎるとなるとちょっとそこはきついので環境調整をして抑え気味にするみたいな、こういったやっぱ環境のマネジメント、自分の活動のマネジメントっていうのがまず一つ、ストレスマネジメントっていうところで、今のかなり具体的にお伝えしてますけど、そういうところね、自分のコンディションに合わせてきめ細かく何をやるのが一番自分にとっていいのかっていうのが、やっぱり、ね、負荷を減らすのがいいのか、適度に活動する方がむしろいいのかとかっていうところがね、これはあの自分だけじゃなくてちょっとね相談するとかしながら徐々に